ない。もういいよ文章。いいよ文章。はじめまして、埼玉県のデトシムかわいいです。今日はあったかコーデということで、あったかいけどかわいく痛い、そんな春川のコーデです。よろしくお願いします。暖かいのでズボン、これも昨日と同様マイマーサーの洋服を兼用してきているので引っ張ってきました。だけど、まあ、おろしじゃなくてポニーテールで女の子らしさです。よろしくお願いいたします。はい、埼玉県の面倒しもちまるしです。いっぱい行きすぎて遅れしちゃいました。では私はしまいたくなかったから出しました。よろしくお願いします。はい、千葉県の伝道師アサリテリアです。今日は赤かブラウンコーデカイロ4個貼ってます。よろしくお願いします。はい、千葉県の伝道師の花丸です。スタートにしなきゃなと思ってスタートにしたんですけど足は出せないのでサブってタイツ履いてます。よろしくお願いします。はい、神奈川県の伝道師港島です。もうもこもこしております。毛布を着ているみたいなレベルで暖かいワンピース、よく着てるワンピースとか手袋もしてるし、スヌードもしてるし、完全防備です。冬に結構強くて北海道はあんまり使わないんですけど、年に3回くらい使う北海道を今使ってます。よろしくお願いします。はい、バンダイジャパン石川県の伝道師リーダーメサラミです。ボイッシュにしてます。カイロは足とお腹と背中とに貼って、あともう一個持ってます。スムードとかマフラーができない体質なので首元はスッキリでございます。アレルギーです。よろしくお願いします。嘘です、肩が凝る。大阪府の伝道師朝比奈由美です。この前大阪のなんか商店街で買ったコートを着たんですが、丈が長くてすごいなんかロースカット縦長なファッションになっております。着せられてる感じ。よろしくお願いします。はい、山口県の伝道師藤崎文です。今日は誰よりも防寒してやろうという気持ちで、今年一番暖かいと感じる上着とイヤーマット、マフラーと手袋をしております。そして靴下もなんかあったか素材みたいなで、すごく今日踊りにくかったです。このマスクよね、この手袋は小学校6年生の時に初めて登場した時にディズニーリゾートでお母さんに買ってもらったの手袋です。この子用です。よろしくお願いします。はい、山口県の伝道師藤崎翔です。一見すごく寒そうですが足はちゃんとカイロじゃないわ、これ薄いやつ履いてます。あと上着とモコモコなのと、あとカイロお腹と背中に2個ずつ貼ってます。あと今日は靴をポケットの上に持ってきたんで、ぜひ鬼ごっこしてください。お願いします。私はノーカイロノーヒットテイク女子です。寒くないよ、寒くないです。頑張ります。バンダイバンダクイズで始めます。よろしくお願いします。始まるよ。Thank you.
りたいって。こっちからがいい。こっちがいいんだって、なんか。じゃあもうみんなロケーションが。万歳。ツイッター用の写真をめっちゃ面白いから写そう。レーベルのね、名物足立さんがね、ってるって言われてる。チブラシか。じゃあ囲みましょうかね。うん、疲れてるし。疲れた。囲みましょう。ちょっと写真画像離れます。はいはい、囲むよ。神田明神待ってるよ。5枚8人セレクト。でもね、得点券5枚で8人
電源十分にみんな通ってほしい。甘酒さん、細かい。タオルのじゃあ出さない。したいです。タオルのじゃあ、ね、出さない。タオル王だから。多分タオル王みんなの中でふみさんなんだけど。あ、そうなんだ。ふみさんに勝っていきたい。タオル王さん。ふみさんのタオルはね、元気なんだよ。大好き。より元気にいきたいね。見たことない、ふみさんのタオル。ふみさんのタオルめっちゃ元気だよ。初見です。初見なの？違うよ、初見って書いてないもん。パチパチ。テン、あ、テンとかテンじゃなかった。初見さんだ、今度こそ。おまんじゃい、初めまして。大阪と北海道の女が食べてます。そうです。何話と？動画学校。動画学校。動画学校。はい。久しぶり。変われこと、渋谷懐かしい。おお、懐かしい。電車での受付を行っております。これにくいんだよね。上にしちゃおう。ちょっと席を交換してください。両方ともです。はい、席じゃないわ。一応配線係かえちゃんだからいっぱい映ってるんだけどね。あいちゃん、ちょっと待ってて。なみちゃんのおしゃべちゃいしゃべちゃいまピーです。はい、ただいま電車で、あとみんな今日はみんなモコモコしてるから、暖かい人たちへの、暖かい格好してる人たちの席とか、よかったらゲットしてね。今日はちなみに現場は鬼ごっこがあります。行きます。誰か映って。なんかすごい下からでブスに映る。テレントとかちなみにご向こうの方いらっしゃいます。テレント帰ってください。あとは止め方ですもんね。こんにちは。特典券5枚で、どうしない方がいい気がして。あと特典券10枚で10枚。特典券1枚で13人と。鬼ごっこってなんなん？それはそう。鬼ごっこってなんだろうか。私たちもさっきあるのを知りました。あー、ただいま特典券10枚が全員席。前髪が変だ。ポイントガイで2倍はい。5倍は今まであったけど、2倍はなかなかない。5倍だーい。なかなかない。食べ超快適です。あ、寒いです。もこもこの特典ゲットしてください。みんな暖かそう。あなたが不思議なんだよ、ね、きっと。私も暖かいですよ。みんなこの電車でみんな行きましょう。あ、見てくれなっちゃった。
ぜひ。ああ、みんなモコモコしてます。コーデュロイだ。そうです。じゃあ高そうでしょ。手袋って本当にあったかいんですよ。これあれ？モーターでるよね。すごいやん。言うて触れんかった。ちょっと湿ったら触れる。これも触れんよね。ビームスのこういうやつ。ツルツルで銀色のやつぐらいしか触れんけど。マイクのやつはデザインが良くないっていうね。問題でーす。私初めてバイトしたさお金でママにビームスの手袋あったんだけど、でもそれもスマホ触れなかったんだ。何なんで最近前髪まんま壊れんだろう。あ、せっちゃん、かなもんさん、最近セナのことせっちゃんって呼ぶのにハマって。一緒に前髪まんせっちゃんって呼ぶ最近。せっちゃんね、いっぱい話しかけてくれるの。え、そんなつもりなかったんだ。ショックだから去るの。もうからセラとはちょっともう縁を切ろうと思います。ありがとうございました。それの最初に振り入れしてもらったの、カナさん。いやー、懐かしい。めっちゃ懐かしい。で、その時にカナはトイロが一番好きだからって言って、トイロやりますって言った時に率先して教えてくださった。なんか3曲の中で、なんかミアとリアイとセラがいて、どれ教えるみたいになった時にセラがトイロだったんだよね。で、カナ、その中だったらトイロが一番好きって言ってトイロを教えに行きました。懐かしい。そんなカナたち、カナたち両方教えてくれたマリアさんがここにいる。何の話？今、セナに一番最初にトイレ教えたのはカナだよって話してて、で、そんな二人をもっと教えてる人がここにいます。いつも教えてくれるの。マリアさん、先生。先生になった覚えはなかったですけど、でも自分はだって言うてそんなに上手くないけど。何の目？何の目？何の目？ねえねえ、怖い怖い、何の目？歌の先生がいます。あ、そう、歌の先生。今日目元のキラキラつけるの忘れましたから。あれみたいに見えてる。これ、これ、そう、に見えてくる。あ、かわいい。トゥルラスか。じゃあ、おせっかいパーさんです。本当にありがたい。むちゃーん、ハピボシーは全員車見た。電車見た。望み出てください。行ってきます。この後は個人歌の先生特典に行きますので、よく教えてもらってます。行っちゃおうかな、なんて。それでは、全員映像の歌を教えてもらってます。風呂が関係では、特典券1枚、社名特典券、ダメダメです。本番台さんもつけられちゃった。本番台ですか。かわいいスティック。個人特典なお、すごくつけ特典券1枚、社名特典券、結構かわいいと思う。チキー、ご要望の方は前に出てきてください。ふみちゃんの妖怪みたいな写真撮れた。あっちの部屋も好きないし、ここだけ見るの。あ、いいだ、ここだけ見える。ここだけ見える撮ってる人よろしくね。フミの髪受付しちゃおうかな。なんかエロいから。アイちゃんもいます。こんにちは。手で滑るので鬼ごっこに向いてません。だからあれを持ってくる。はい、ごめんね。終わりました。チェッキー3名、ジュちゃん裸足を鬼ごっこやるって。まだまだ受けたまっております。あとは、私たちが日頃使い込んでいたセンスのね、私がパグになるので2人です。センス、めちゃ年季が入っていたり、私たちの汗と涙を染み込んで、汗と涙を吸い込んで、ちょっとくたびれているセンスに、おしめんからのメッセージなど、サインなど入れてプレゼントするセンス特典を行っております。ドラさんです。個別特典受付中です。メンバー個別の葵さんが横ですごく見ています。私物サインですね。私物サインまたは写メ撮影またはチェキ撮影、ご希望の方はこちらの列にお並びください。ぜひオンライン特典ゲットしてください。です。特典券2枚で。特典ゲットしてくれたらもっと暖かくなる私たち。私たちに使い込んだ。なんかこの超人気の
こもったくたびれておりますが、それも日頃のライブのね、激しさなどなどの勲章といいますか、これ色違いでも黒持ってます、記念になる、めっちゃ気に入ってるじゃないですか、センス、メッセージ、アズノアズ特典券2枚で受け止まっております。黒い店、そして今日の特別特典の鍵閉め特典、こちらのテーブルで受け付けております。ジョイさんの6画面特典券をおすめちゃんなどなど、あの特典を実施、一緒に楽しむメンバーにお渡し忘れのないようにお願いします。可愛い女の子だって思ってた。あゆちゃん今届いたって、本日特典券2枚で扇子の販売もしております。私たちがライブで使っている扇子をお絵描き、サインやお絵描きをして1分間描き放題でプレゼントし、特典券2枚で購入できます。ぜひぜひお待ちしてます。これをアイス、本数が結構割とちょっとエモくなって泣きそうになった。そこでやるのちょっと違うわ全然。この前その扇子を見たらメンバーのリップがついていたり、ちょっとあれって思う嬉しい特典もありますので、ぜひぜひ扇子も。今日あさっちゃんも来れる予定だったんだけど来れなくなっちゃいました。扇子、扇子結構多いね。ありがとうございます。大丈夫かな、借りますかね。オッケー、借りる、借りる？点数大人気でありがとうございます。あ、キーラさんまでならいけるよ、ちょうど。そして本日特別特典で鬼ごっこもあります。ちょっと今何も動けず寒い皆さん、体を動かして自分の力で体を温めようっていう特別特典です。体温めてお家に帰った方が絶対にいいと思うので、鬼ごっこもお待ちしてます。バンダイジャパンは運動神経のいい先輩たちがたくさんいて、鬼ごっこしたら楽しいなと思います。どんなんだったっけな、スッチスッチハワイスッチスッチスッチえ、なにマジ、なんかちょうどねえねえ、誰かスティッチのモノマネできる人いない？いた、いたよ。スツッツ、ドナルドダックに聞こえる。あスティッツ言っただけ。ドナルドに聞こえるって。うまい、うまい、スティッチと、あ、うまい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 、なんでうまい、なんでうまいの、アロハってことで今日はスティッチもたくさんいます。スティッチの次撮りたい人もモノマネしてくれるかもしれないので、2人でスティッチトークしてね。スティッチトークとは今日覚醒してんだけど、あれ意味わかんない。できない。まだありました。あと1個。あ、みんなありがとう、ラブが刻めた席。嬉しくなさそうな顔。はい、センスあと1本です。センスあと1個だよ。今日はポニーテールです。私もポニーテールついてる。どこに髪の毛ジェブラシカ。それはもうまた違うやつなの。カタンシカ、ジムラシカ、スイッチ、それ、あ、
はい、はい、あぜひぜひお待ちしております。あ、聞いちゃおうかな。裏でも個別並んでる。最近ね、レナさんかなり冷たくするのにハマってて、あれですよ、いつも、なんだっけ、なんて、ダンスと心はフリーダムを練習の時は嫌だって言うんですよ。絶対目合わせないって言うけど、めっちゃ笑顔です。鬼ごっこは6名の方が参加をしてくださるみたいです。ありがとう。ちゃんと鬼ごっこになりそうです。ちなみに私は6年間リレーの選手だったので強いかも。50m は 6.8 秒ぐらいです。早っ。めっちゃ早いよ。ぜひぜひ鬼ごっこお待ちしてます。あと扇子が残り1本なの で、 早いです。ちょっと迷ってる方はお早めにお待ちしてます。リマさんも割と早い方だけど、リマはやばい。一回セナとリマさんと対決してほしい。マジ気づいたらリマさんいなくなってるからね、ほんとビビる。なんかバンダイジャパンで運動会したいね。なんか前もさ、なんか複数のアイドルさん集まってやったんだけど、1回だけね、1回だけあったけど、それからまだやってきてなくて、いつもあのメンバーと何やりたいかっていう話が出るときは運動会が必ず出てくるぐらい運動会好き。なんか行事系がめっちゃ好きですよ、バンダイジャパン。お祭りごとみたいな。今日は鬼ごっこ3分間やるので、皆さんアキレス腱はちゃんと伸ばしておいてください。食べたい。辛いから体を温めないと。死ぬほど辛くするからね、走る前にも。ということで、ぜひぜひお待ちしてます。チェーンソのラスト1本なので、お早めにお待ちしてます。マサルさんいらっしゃいますか。あゆちゃんの特典頼んでくれたマサルさん。意外と皆さん薄着で寒そうだからちょっと心配だけど、特典券2枚買ってくれてるんですけど、チキか右下面か落書き写メかがわからないので教えてください。どこのマサルさんだろう。あ、そうだ、今日はポイント2倍なので、そうだそうだ、ポイント2倍です。寒い中来てくださってる皆さんにサプライズでポイント2倍となっております。チャンス、みんなチャンスがあるよ。2倍なので、最後に取った記憶がぜひぜひ鬼ごっこして、50m 走最後8秒カロリー消費してポイントも貯めちゃってください。でも早いじゃん。早い。8秒2とか8秒3とか、女子8秒前半だったら早い。最大決定戦何秒までギリ。9秒台だもんね。9秒台が通常平均じゃない。通常なんですか。でもわかんない、九州の子とかは早そう。よし、9秒7とかで教室大会です。はい、ということで、現在の特別特典の方をご覧しております。特典券11秒1枚からご参加できます。特典券1枚今やったら多分10秒台です。いや、50はいけるっしょ。いや、無理だよ。50は無理だけど、 50m 走り切る体力がないと思う。でもね、もうね、足が絡むの。あー、でもそれはそう、絶対こけると思う。本当に無理なの。ビビる。ほんと10年前に走れてたけど、走れてたけど、今日順のうちに行ってもこんなこと言ってくる。マジ速いの、気持ち悪いぐらい。マジね、走ってる全力疾走の港にも気持ち悪いから。いや、でもほんと港は8秒から、鬼ごっこ参加できるのは早い。陸上部だよ。3分で1500走れるってこと。やば。ただいま鬼ごっこ参加エントリー者は、服部さんのところに行ってください。今日はね、
動画撮ってあげたい。鬼ごっこは多分一生ないと思う。姉さん顔分けしてます。1対1じゃない？1対1やろ。動画撮りたいな、めっちゃ。もう配信とかしちゃいたいもん。鬼ごっこしたい人、はっくりさんのところにお願いします。あと、そう、個別のチキとか写メとかサインとかね、いろいろまだまだ受け付けてます。 50m10 秒でも3分で 900m。いやもう1500とか走りたくないもん。10のペースをさ、あ確かにずっとさ、ね、はい、ほぼ終わりです。え、これもうでも一人ずつ行ったらいいじゃん。動画とか欲しい人いないの？動画が1分ですか？え、もう動画とか撮影頼んでくれた人に。せいちゃん、はい、エントリーナンバー1番、動画欲しい人、撮影お願いします。鬼ごっこは、鬼ごっこです。わかんない、ちょっとやってみないとわかんないけど。でも軽ドロ派です。あ、軽ドロっていう派？ドロ系じゃないの。軽ドロです。今軽ドロだった。埼玉の間でも多分変わってくる。ドロ系なんか、あとなんかすごい特殊なさ言い方あるよ、確か。しおり、めい、ジュリア、あゆみ、動画出ます。このね、この後ろの枠、なんかフロアだったの、フロア、今日のフロアだったんですけど、ここで鬼ごっこやります。めちゃくちゃ滑りますので、あの本当に大事に鬼ごっこしていただきたい。もう転んでさ、みんなの体が、何か欲しい人はここにお願いします。全員サインが出るので、自分で作っといてもらって。バイレー、すごいな。ありがとう、すごいセリフ。鬼ごっこってどういう状態？タッチありだって、私たちがファンの方を捕まえに行くというね、仕様でございます。あれ、もう怖い。だからタッチされるかされないかはちょっとその時次第。だから、あの逃げ惑うおじさんたち。お兄さんもいるね。なんか欲しい人、ここにお願いします。あ、そうなの。鬼ごっこと鍵締め以外欲しい人、ここにお願いします。ひまるさん、はい、かわいい、やった。おかげするで、あゆみさん走るの早いんですか？超遅い。あ、遅そう。めっちゃ遅いみさん。あゆみさんは走るのが遅いみたいです。みんな捕まえちゃおう。あゆみさん捕まえられたいみたいです。あゆみさんは捕まえられたいです。ゆきさんは捕まえられたいですか？捕まえちゃう。かわいい。ゆきさんに捕まえられたい。そんな人は鬼ごっこに参加してくださいね。ぜひぜひ。これしか言うことない。あ、そうですね。じゃあ9秒台でした。A は大丈夫。ただいま個別特典の受付と鬼ごっこの受付しております。ぜひぜひ。今空いてるので、今受け付けたらすぐご案内できます。ぜひお待ちしてます。特典券1枚からシャメと、逃げれない、私も逃げれない、サイン、あとは特典券3枚でラスト1本の扇子書き放題をやっております。寒い中来てくださってありがとうございます。今日は特典券2倍ということで、ぜひぜひ皆さん、春川あゆみです。今日しかではないかもしれないけど、2倍デーは少ないから、お待ちしてます。皆さん3分逃げて、逃げて、私が追いかけるから。販売の方まもなく終了いたしますが大丈夫でしょうか？ CD 購入の方まもなく終了いたします。鍵閉めとくてんじゃまだ空いてる面
ちゃんと一緒に昨日めっちゃ電話したよね。受付の方大丈夫でしょうか。今日初めての特典券もらった。今日初めての特典。みんな今日の有吉ゼミ見た人いないの？今日の有吉ゼミはここタワーレコード渋谷店ですよ。そうなんですか。なんで？なんか特別なの？いいよ。CD 屋さんに隠れてイエイイエイみたいな。何？これもでも。今日のやったステージも使ってます。なんかの個人ですか？CM 見た。誰出てる？パンサーとか、向かいでもさ、パンサーのカンさんとかがさ、ここで3人で踊っとったで、有吉ゼミで映ってたよね。ガストでちょっと見たの。ガストでテレビ見れるの。皆さん、電源通しましたか。電源通してください。今日外だからね。そう、次もね、映そうと思えば映るよ。マジ点だけど。点ですけど。いつもリリースイベントやってるあのステージも使ってますよ、有吉とかで。今日芸人さんが。今日ほど自由な特典会はないよ。ないね。寒い中ね、来てくれたから感謝の気持ちですよ。なんかしてほしいことあったら言ってくれ。だって最初に出たのと最後に出たのじゃ人の数が違ったわ。みーちゃんはこんな感じ。ボーイッシュかと思いきや実はここにちょっとどう思うじゃん。ブラウス、なんかブラウス着てます。かわいい。ちょっとね、白とグレーで合わせようと思ったんだけど、一応ね、靴は黒っていうなんか学校スタイルみたいな感じ。学生さん恥ずかしい。胸なんとね、チェックのズボン。あ、ほんとだ。ちょっと似てる。大丈夫か。見てる人か。一応見られないよね、最後の人。こんな感じでしょ。イエー。あったかいし、空気分からなくて。いや、一番ちゃんと、もうこの中に履いてるんだ。あー、あったかい、これは。私も履いてない。これわざと挟んでます。ちょっと本名が見えちゃう。アホや。こんな感じです。結構薄着派なので。寒がりなのにね。そう、薄着なんだよ、この人。寒がりさんなのに薄着ちゃんなんです。なんだよ。寒い私服って確かに。もうキャミソールやつ。寒いやつ。かわいい襟がついた。葵ちゃんが。私一応忘れないから。葵ちゃんのせい。新しいやつ。怖かった。自分が知らなくて。ありがとうございます。どうもして。ペンが貸してくれるのかなって思って。ごめんなさい。私めちゃくちゃパチるの。出た、虫外しちゃって。前髪つぶれるから。前髪つぶれるから虫やだ。めっちゃやだ。あ、私これトップトップだな。なんでかっこいい。かわいい感じ思ったの。かわいいね。シンプルのかわいいやつ。シナモン着てきたら面白いね。着ぐるみの。でも着ぐるみって意外に寒いじゃん、外出ると。パジャマもそうだけどさ、パジャマで外出たらくっそ寒い。マジでちょっとだよ、屋上だからね。
ックしてね。でもどうし友情出演の赤いファンの人、赤いファンの人、友情出演すごい光るね。すごいね、鬼ごっこ特典なんて初めてだよ。最近すごいです。でもなんか言ってああみたいな いつも言うの。言っちゃったって。そう言っちゃったって。口癖みたいな。そういう感情ない。そこまで一連の流れない。感情がないんです。もう癖だから。癖だからね。メイレナ見たら可愛いっていう口癖が できちゃって。そんなしつけをした覚えはないんですけど。ないんですけど、勝手にしつけてるんだけど自分自身が。鬼ごっこの次はおしっくらまんじゅう。そう、見える未来しか見えない。前もさ、カゴメとかあったけどさ、じゃあ鼻一本で長いな。あの、地域性が出るから一生進まない一生進まない鼻一本がある。かーけ嬉しい鼻一本目、負けて悔しい鼻一本目。違う石川県だけ例外。ふるさとまとめて花一もめた砂が持ちの中が欲しい砂が邪魔から猫とネズミが全然知らん。ゲーム違う。全然知らん。ゲームが違う。知ってるゲームじゃない。おかしいな。北欧ブランド。IKEA とかに行くと IKEA でしょ。ぐちゃぐちゃや。ちっちゃい頃からのあれだから可愛い。でもなんか呪われてんの。あれ？すごい。おお確かに。タンスナガムシ言ってたって。オラオラミ。呼ばれないと確定した人たち無言で配信にいいかなみたいな。すごい光ってるんですよ。しょうがない、そこはね、映るな。一見危険な、あの帽子はね、危険な人だいたいね、ちょっとやばいな。後ろからついていくんでしょ。怖すぎる。みんなね、あの鬼ごっこに向けてウォーミングアップを始めてるよ、はい、あなたそれで走るの。いや、靴取りに行きました。糸入れ今行ってきたの、いや、みんな靴持ってきてるよ。え、持ってきてるんですか。みんなあの衣装の走る。あー、後ろにとこ、後ろにとこ、いや、この帽子かぶってる人は大体怪しい人だって、後ろからついてくる。ちょっとさ、あの若めの男の人、うん、女の子をさ、手のひらで転がしてる。でも確かに今年の目標はそういう男になりたい。性別超えてる。男になる。性別超えてる。そういう男みたいな感じで女の子と触れ合いたいっていう。それはもう相性、最初に女の子と触れ合いたいが先に来てるから、はい、後付けのためのそれ。もちろんです。もちろん。ケッタって聞いたことある。あったかい格好してるから。
コストコとかでさ、カートの上乗っちゃうあの、カナ、あの、アホよね。後半だよ、気づいたの。危ないよ、あんた。土地が広いから。関係に近い。わかんないわ。あ、蹴った？聞いたことある。知ってる人いるよ。蹴った？でも動いてないし。ケッタいるよ。1回目の鬼ごっこします。コンキリみたい。あゆみ、ゆりや、しおり、こじ、ふみ、とりあえずフィールドの中に入ってくる。フィールド配信した、これ配信した。これみんながよければでも配信していいんじゃないの。ファンの人が OK だら見せてあげるよ。そりゃそうだ。じゃあうちらはこうやってみて、ガチ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 に準備した。ジュリちゃんフィールド顔出し OK だって。顔出し OK？ 中入ってねえのは。あ、今映ってる。あんたいいの？いいって。いいって？マスク、そうだ、ま、メガネしてるからいいやちょっと。そういうこと？めっちゃ滑るよ。私はアサヒ、ジュリア、コケルに1。ジュリアさん、靴あのままなんですか？ね、絶対コケちゃう。皆さんの中も見てください。ルールはメンバーがお客さんを捕まえます。で、3分間捕まらなければお客さんがチェキ1枚、捕まえられたらシャメ1枚です。もしかしてガチモンが2人いるよ。受け取れたかった。じゃあ、スーツ。じゃあ、これ入れます。いるんだ。ちなみに今、ジュリアのスヌードをかけられたんですが、今ね、ジュッちゃんのスヌードもらったの。ほら、でももう首が痛い。説明します。あの、ルールは簡単。メンバーが鬼です。お客さん全員逃げてください。チェキがつきます。3分は長えよ。ダメか。得点圏の譲渡が今見映ってしまった。これさ、もっと引きでやったら。で大丈夫。ねえ、ジュリア、あんたその靴で大丈夫？私のは絶対入らないでしょ。どうやったら映るかな。どうしたら。スタート。やばい、ガチガチ。やばい、気をつけてね。頑張って。違うよ、これはあれだよ、あの対象の人が自分の人しかダメなんだよ。タッチは。どういうこと？さあ、頑張れ。かわいい。あそこでも捕まっています。終わっちゃった。みんなシャメだよ。はい、皆さんシャメでした。この範囲で3分はきつい。何だと思ってた？あまりにも開けないからどうしようかね。じゃあ1分、1試合1分にして、で3回で、まあ、2回タッチされたらシャメみたいな感じ。2回戦みんな疲れてるけど。1分かける3でしょ。 OK。 だって2回戦が始まりますね。
スタート気をつけてよほらもうこけそうだわ気をつけてよこんな囲まれることないよさあ、最後の試合、勝てるかな でもみんな締め決定なの、ね、でもこれは楽しいから最後の試合は、あの、どれだねじゃあ最後の試合も逃げ切れた人はチェキにしてあげたらだって、もうみんな締め確定してるからね、これファンの人じゃあ最後メンバーさん一人捕まえたらその子も終わりにしたらっていうか担当の子が担当の人しか捕まえられないルールにしたら最後だけね最後だけ自分のやつを買ってくれた人しか捕まえられないからね分かった、はい、はい彼持ってるよ。じゃあ担当決めよう担当。担当決めよう。五人で行っちゃうとしんどいから。決まったメンバー。みんなは一人にしか追いかけられないから頑張ってチェキを勝ち取ってね。1分だよ、1分頑張れすごいこんなにダメかわいいかわいいすごい、意外と白熱してるすごいよ、こっちの方がおもろいんじゃない頑張れ頑張れ頑張れおにごっこしてます今頑張ってやばいジュリちゃんの体力が限界を感じている、はい、あータッチ頑張れ相手がジュリちゃんだからあ、頑張れ頑張れ頑張れやーいやったーはい、ジュリアさん捕まえられませんでしたなんか東京マラソンに帰ってたことあるって言ってたからじゃあ、ジュリアの人だけかなキーダさんだけチェキチェキから捕まえたはいじゃあ、キーラさんだけ席ですはい、楽しかったすごかったです、はい、めっちゃおもろかった面白いジュリアちゃん、ありがとうジュリアちゃん、もう一回やりますだったら死んじゃうさあこの冷たい空気はきついよねきついきついあの学校のだってマラソンもこんぐらいの時期でしょう死んじゃうわなので皆さん鬼ごっこ動画とかもねお待ちしておりま す, てます命をかけて鬼ごっこしてました27歳にはあ先に取るメンバーは先に取って次タクさん、サヒくんすごいあゆちゃん、しおり、こちこ、しおりもう一回やりますまだ鬼ごっこあんの？あゆもちしおりは2回目です。すごい。楽しそうです。そしていい匂いがします。嘘ついた。たくさん一人になっちゃった。たくさんじゃ
ゃあとりあえず半分くらい追いかけられないでください。3対1になっちゃったよ。かわいい図。足で悪いのでかくれんぼにしてもらって。かくれんぼどこに。いいよ。じゃあメンバーが隠れたら。あ、そうだね。じゃあ3分間かくれんぼしててください。じゃあ見ときますね、配信で。よーい、スタート。いい。じゃあ、たくさん、たくさん。じゃあね、バイバーイ。